走らせます。細谷が来た。よく出ました、谷です。逆側は先ほどの場面ですね、はい、ランニングの質は細谷高いですよね、クォン・ギョンウォンの背中から出てきましたから。切り返した宮代、宮代折り返してゴール前はクリアしました。クロスバーに当たりました。そして松原からマイナスのボールでまた木田、木田から西村だ、西村縦アンデルソンのベースのワンツー、やっこにこぼれている。オーベルのシュートですけども何とか耐えました。足出しましたね。そうですね。さあ左足で止めて右足でね、逃げ。ダイレクトで打った。鮮やか、同点だ。とんでもないゴールが生まれました。林孝太郎、もう一度外、ボックス内4人選手が待っています。ここで上げてきました、フリック。同点です、横浜 FC。 林のクロスもね、速くて当てるだけっていう、いい攻撃、いい守備がありました。さあクロスボール、ニアで、おっと変えて、おお、ゴールイン。ニアでコースを変えて最後は柴戸が決めました。1点返した浦和レッズ。もう一度山本へ、でジェバリが中に入っていく。そのジェバリ使えるか、こうしてシュートは決まった。しかしよく体を入れました。フリックしたチャンス、ヘディング。伊藤か松崎か、柴戸ですね、柴戸ですか、柴戸のゴールだったようです。手前のフリックは秋元、ニアでうまくフリックしましたね。はい、いきます。千葉レクソル、寄せやらちょっと下がって受けましたが、このボール先頭、セットシュートは夏だ。わずかに左、ちょっとワンタッチアピールしているようですが、ここもね、両選手のパスミスを奪ってからのショートカウンターですから、ここもね、狙いすましてましたよね。少し庄司、ここを狙っていた、セット。いや、よく狙ってましたね、はい、サイドに三木の選手たち、ここからどういう軌道を描いていくか。近いサイド伸ばしてヘディングシュート、チアゴサンタナ、ファーニは乾、乾を狙ったか、流れた、乾を攻める、乾ふわりと浮かせる、あー、絶対。まあこのね、いつでも上げられるよってボールの中で、いやいや、コース狙ってね、非常にちょっと風吹いてるんですよね、そうですね、今、はい、吹いてきましたね。
さあ拾った野村、藤本空いてるぞ。さあ奥山泰治、縦にクロスだ、向こうサイドヘディングシュート、デルランに戻します。背後狙って渡辺、収めた、通した、シュートは押し込みました。田代が弾いた後、藤本押し込みました。大分勝ち越し。藤本は今シーズン6ゴール目。さあ後半先手を取ったのは大分。ジェズス、黒川だ、黒川また抜き、さあ黒川一人剥がして小島へ、池田からのロングフィード、沼田と早見入れてきた、ヘディング、プッシュ、均衡を破れた町田先生。入ったばかりの黒川、大きな仕事をやってのけました。町田が先生、先ほどは横からのボール、強いボールでしたがファンブルしてしまいました。それをうまくマルコス・ジュニオールも仕留めています。ボックスの中に入ってのシュートは、あー、同点。そしてサイドバック小川、後半はかなり高い位置キープです。ディエゴ・オリベイラ、ナイスゴール、同点、見事に決めて小川、中がいい入り方しましたね。まずこのカードを取りに行く、この前のようなパスですね、小川が追い越していこうという動きです。そちらは使わずにクロスを入れる、長いだ、またナサンホ絡んで、そして得点は長いです。高木が手を挙げて、中ではかなり選手が動きます。ヘディング、こう背後、自分が前向きでプレーできるところにポジションを取りますからね、さあ拾ってシュートだー、先制アルビレッツ新潟、伊藤亮太郎、いいボール入ってきた、新潟追いつきました。姿が跳ね返します。新潟パスをつないで右サイド、パスから中原、宮蔵からの折り返し、ヴェルディファーストプレーで大きな大きな追加点。いや、アタッチ、中田の勝負、さらに加藤蓮も来ています、加藤蓮だ、ありました。そうですね、ここでも奪われます。小森シュートの振り持っていく中へ、もう一度拾った小森、寺門よく触りました。前に一度小森はね、ここで
その前ですかね、狙うんです。で一旦遠ざけて少しここで時間を作ります。宮崎つないだ、うん、上田が運んで、これから狙ってきました。いや、いい狙いだったと良かったですし、で上田がやっぱりキーパーが出てるところしっかりと見てましたよね、うん、4枚の中盤で中を締めながら構える。おお、山村からロングフィードに抜け出して、なかったですね。山村もね、ファーストタッチ完璧ですよ。止めた後ちょっとね、引きつけて上がりを待ちます。流しながら見た左足、これで太田よく止めた。見事でしたけど、さあ吉田中を見ている。クロスボール、マイクマ中央、マイクマシュート。これも見られそうではありますが、さあここは天野のクロスボール、前だ。天野が運んで入れてきます。向かってきた、決まった。1対1、中盤期間に帰ってきた天野純。から札幌プレスに来られますが、さあ剥がした天野です。アウトで、オナユー同点。見事な崩し。後半間もなく35分のところ、アディショナルタイム1分台に入りました。縦パス、松本、鈴木優斗、ドゥドゥ、松江抜けてきた、折り返し、振りで金子。前半アディショナルタイム、ついにサイドを破りました。ジュビロ磐田同点。素晴らしいですね、ここの松本選手の走り込みが良かったですね。そしてディフェンスを相手に下げたことによって、ドゥドゥ選手とこの鈴木選手のワンツーが成立したというところで、うまく松本選手が後ろに下げました。さあここしっかりと鈴木選手見てましたね。そして金子選手の入る場所が非常に良かったですね。つきにくい一番が逆サイド、鈴木中にいった、ワンツー、ボックス内、左足、右サイド切り崩しました。ジュビロ磐田、後半の19分、1対1、同点。鈴木優斗の3点目、貴重な上位決戦。中央狙ってきた、ドゥドゥのヘディング、吸い込まれていきました。先制点は磐田、最後は17番の鈴木優斗ですか。バックステップは前広行です。左広げてもう一度金森、すぐさま進藤が行く、レオセアラもいます。もう金森のボール、ヘディングシュート。先制アビスパ福岡、強烈なヘディングシュートはルキアンです。福岡先制0対1、飛び込んできました。いや素晴らしかったですね。まあ、岡本選手の手の仕掛けからクロス、左足のクロス、そして右サイドから中に入ってくるこの動き出しっていうところは、非常に相手のディフェンダーからしてもね、視野外から入ってくるのでなかなか難しい対応にはなるんですけどね、まあ、高さ的にも非常に高い、打点の高いヘディングシュートになりました。クロスが入る、お、変化し、ヘディングシュート、ルキアン、流れてきたボールをルキアン押し込みました。もう一回立て、もう一回立て。さあ石原弘和、そして高橋、縦に仕掛ける、仕掛けてのクロス、はい、これ面白い、ちょっと当たりませんでしたが、なんか探す、厳しい対応しました。対応したのは特別指定の高橋。まあ、長崎としては一人少ないわけですから、前田さん、ああいう狙いになるでしょうね。なりますね、はい、ああいったところの狙い、もしくはセットプレーですよね。さ
さあイスマイラボールキープしてクロス回ってヘディング決まった、根本同点、栃木同点。さらには佐藤神戸というボランチ、お根本セル、根本セル、後ろからの一発ロングパス、スポーツ浮かれました、長いパス根本反応、これ浮かせて、今いいタイミングでね、イスマイラ選手が裏取れてたので出したかったですね、はい、さあ今度は根本、胸でコントロール、根本のシュート、18分、栃木 SC 追いつきました、決めたのは根本涼。